はい、ゲロッチョンです。今日はね、この辺りで釣っていきたいなと思っております。ここね、昔ね、水門がなかったんですが、なんか今日来たら水門ができてるみたいで、潮の流れが変わっているとお聞きしたんですが、この中で釣れるかどうかなんですけどね。こっちにもね、水門があります。水門があっての流れ込みね。で、あの向こうに見えんかな、もう見えんくなってね、あっちのね、奥の方に川がありまして、川から流れ込んできたところになります。では、このから今から釣ってみたいと思います。では、今日の1投目はこれで釣っていきたいと思います。これThank you.
透き通ってんな。透き通ってんな。はい、ルアーを交換します。全然釣れない。次のルアーはこれね、これでやってみたいと思います。釣れるといいんです。当たりすらない。なんか変なのついたな。なんか重たいぞ重たいぞ重たいぞ。何が来た。なんだでーん。なんでこれ。なんでしょうか。変なのげお。でっけえ貝が。あ、貝が釣れた。あ、で
でっけえ貝が釣れたぞ。これはよいしょ、でっけえ貝が釣れた。食いよったのこいつ、マジで食っとったのか。へえ、こんな貝釣れました。これこんなな、かけ、うわ、すげえ。はい、今回ね、収穫はこの貝1つね。これね、持ち帰って食べれるのかどうか見てみますわ。食べれるやつ調理してみたいと思います。ではまた。はい、すいません、長い間しばらくやってみたんですけども、全く当たり1つもありませんでしたね。これで今日は坊主です。申し訳ございません、釣れませんでした。また今度リベンジしてみたいと思います。ここでね、頑張ってみたんですけどね、全くダメでしたね、うん、またね、攻略の方をね、考えていきたいと思います、うん、ゲロチョネ来た時ね、水門なかったんですが、今回はなんか水門入って流れが変わっているのか、魚の付け方がね、全くちょっとわからないんでね、また今度はここをリベンジしていきたいと思います。見ていただきましてありがとうございました。